窓の外を拭くのはもう大変です。外に出て命がけで、こんにちは、アワライフジャパンチャイナのチンムーと申します。こちらはチンムーの嫁でございます。大家好。我々は2006年に結婚し、国際結婚歴が丸14年になる日中夫婦です。このチャンネルでは国際結婚についてや中国事情に加え、中国で生活する日常や定期的には田舎での生活ぶりなども発信していきますので、海外の暮らしについて覗いてみたいよという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。本日なんですけども、中国あるある10連発と題しまして、中国らしいな、まあ、中国っぽいなということをですね、まあ、皆さんと、まあ、それあるあるっていう感じで共感できるような話をですね、していきたいと思ってます。もちろん、まあ、中国を自する意図は全くございません。ということで、一つ目なんですけども、一年中ね、あのクリスマスの飾りがしてある。例えばあのホテルとかね、あと取らないといけない。そうだよ。あの普通12月にさ、こういうサンタクロースとかさ、あのサンタ面白いじゃん、ついてもらって、その季節その季節のさ、イベントじゃないですか。で、12月にクリスマスのサンタさんの絵を貼ったらさ、12月終わったらそれ剥がすべきなのに、そのままついたまんま一年中そのクリスマスの絵が置きっぱなしっていうのは、これ中国あるあるで、まあある意味不思議。全然変に思わない。嘘でしょ。逆にね、ついたら、ああ可愛い、またついてるか、可愛いねっていうもので。いや、だってクリスマスは12月じゃん。そう、12月だよ。それを8月とかにも見て何の違和感もないの。ないね。あれ日本じゃその12月24日じゃついてて、24、25、ついてて2日間だけで次すぐ取っちゃうの。そうそうそう、かわいいじゃない。いや、でもね、そのちょっと前は早いよ。12月に入ってからそういう飾りをもうしちゃうけど、終わったら大体もう終わるよ、片付ける。そして2番目なんですけども、ズボンの腰のところに鍵がジャラジャラついてる。そう。これ中国あるある。そう。確かにね、鍵はいっぱいになっちゃうの分かるのよ。うん、だってこの私たちが住んでるその集合住宅に入るのも、まず集合住宅に入る時の鍵があって、で入ってきて、今度自分のまあ4号棟だったら4号棟のところに来て、そこを入る鍵もあるじゃん。で入ったら今度自分の家のドアの鍵、これが2個あるじゃん。それだけでも数があって、でもね、昔でも田舎でも昔でも、この鍵よくあったのは、車の鍵、車の鍵わざとつけて腰に、あ、見せびらかしたいの、あれ。そう、車、例えばトヨタのマークとか、ホンダのマークとか、レクサス、ホンダ、その気をつけてこういう歩くから、店ですよね。そういう部分もあるね。そういう部分もある。でも、決して全部それじゃなくて、本当家の鍵とかいっぱいあるんですよね。そして中国あるある3つ目なんですけども、まあ、これは中国で生活している方じゃないとちょっと、あ、それあるなっていう感じでは思わないと思うんですけど、とにかく何でもシャンフォーラーと言われること。これはね、あの何があっても変にシャンフォーラー、シャンフォーラーで片付けられちゃうんですよ。で、このシャンフォーラーっていうのを日本語に訳そうとすると訳せない、訳しにくい、いろいろプレッシャーがあって、プレッシャー不順調で、うまくいかない、すごくもう焦ってるんですね、それがどんどん溜まっちゃって、それで、ね、あの体に悪い、例え目が真っ赤になった、例え頭も痛くなった、歯も腫れちゃった、歯茎が腫れちゃった、突然下痢しちゃった、胃が痛くなっちゃったとか、
じゃあ胸や言ってあげたみんなその生活だと言える要するにその生活のプレッシャーと不自由なプレッシャーストレスストレス溜まっちゃって、うん、あのうまく改善できなくて発散できなくて火は火の日ですよね火ね、うん、出たいもう発揮したいでしょ、うん、こういう、うんうん、ね出したいでしょしいやどうできないの、うん、あのうまく解決できてないの、うん、だからそれは日本中国人は、うん、あの生活だと別になんつうのそれぞれ理由があって、うん、あってもさ、うん、その生活らにまとめられちゃうからうんそうなんかねちょっとしっくりこないんですよ。で、4番目なんですけどね、これもそういうシャンフォーラーにちょっと似てる部分あるんだけど、何でもかんでもお湯を飲め。ね、例えばこう、ね、ああちょっと今日、ね、咳が出て熱っぽくてと、うん、お湯飲みなよとか。そうだよ、もう子供の頃から医者にそう言われるから。いやさ、あの、しかもみんなそれ当たり前に毎回言うよ。前の新聞で外国人は、うん、中国人はお湯飲むのは万能水、お湯は万能水っていう。本当にそういう感じで感覚する。もう子供の頃からそう言われるんです。私も子供の頃風邪ひいて、それで医者呼んで、うん、もう熱で倒れちゃったのね。うん、医者が来てお母さんに、うん、子供たくさんお湯飲ませてよって。ね、そう医者も言う、うん、でもさ、うん、お湯を体にいいのは確かですよ。まあいいんだろうけどだってあんたいつも冷たい水飲むよりいいんでしょいつもだからこんなに胃腸調和弱いよ。これね実は5番目に言いたかったのそれね、あの冷たいものに対する拒絶感がすごいあるある。そうだよ5番目、体に悪いんだ。いや、日本ってもうとにかく冷蔵庫に入れてスイカだって冷やすしさ、あの冷やして食べてあ美味しいっていうのがあんのに、こっちではもうヨーグルトをね食べるだけでもヨーグルト、まあもっと驚く話から言うとヨーグルトが常温で売ってること自体を驚いちゃうんですけど、まあそれを冷蔵庫入れて保管しといても食べようと思って冷蔵庫から出すとちょっと置いといてから食べなとか言われるんですよ。もうすっげえそれがストレスだったの。なんでっていう。冷たいものを飲むとか食べると、うん、体調か胃と腸に非常に悪くて、うん、あの下痢になりやすい、まあ、確かにそれはあると思うけどね、うん、それがやめてくださいということで、うんうん、それも私は幼児の子供の頃からお母さんに言われること、まあね、もう冷蔵庫その時ないから、うんうん、でもさ、うん、もう冷たいものダメよとか、うん、女性とにかくそうだよと、うん、でも男性もいい腸悪いからって、うん、すぐ下痢になるからやめてって、うん、まあそれ正しいとは思う正しい、うん、だから最近やっと日本でもねコンビニとかで今まではもう冷蔵庫に飲み物とかは冷蔵庫に、うん、入って売ってたんだけど、うん、常温で売ってるものも出てきてますからね、うん、そうやってさ、ビールとかもさ、いやビールまだ我慢するけど食事して、うん、あただ熱いものを食べてるうちに飲んでまだいいけどで考えてよそれはそのまま冷たいものをカパカパ飲んでということでやっぱりということで冷たいものはあまりダメよ体に悪いよ悪いということですね。中国あるある6個目です。タクシーは夏でも冷房をかけず窓全開。まあ9割方ね。今は少し増えてきてる、うん。でもちょっと前まではあのもうとにかく冷房はつけない。そう窓全開で、で結構風がブワーってきてさ、うん、でも髪の毛とかちょっとセットしてんのにブワーって。なるとさ、結構嫌なのよ。で、しかもね、あの自分の座ってるところで窓を閉められる車ならいいんだけど、うん、できない。できないのあるんだよ。うん、運転手じゃないと。運転手です。運転やってるんですよ。うん、いや、本当あのそれをもう私いつももう遠慮せずに、うん、あの閉めてくださいと。うん、暑いし風で埃だらけで、うん、言うから。言うけど、それで。でも冷房をつけてくださいまでは言わないでしょ。いや閉めると向こうも暑いから
つけるよ、あ、そうなの、自分で作る、だ、遠慮しないで言った方がいいんです、言える人はね、言える人はね、そう言わないとそうやるんですっていうのは、もうそれが、うん、あのガソリンも使わないで、うん、それ経費節約という運転手を思ってる運転手多いだろうと思うけど、そして中国あるある7番目で、中国人はね、あの謙遜しない、あの謙遜っていうのは、うんうん、日本人っていうのは、うん、例えばなんですかね、一番分かりやすいところで言うと、うん、あの中国語喋れますかって言われて、うん、ある程度喋れても、うん、日本人だったら、いや私は全然ダメなんですよ、うん、っていう謙遜するんです、うんうん、中国人の場合ね、うん、あの日本語できるんですかって、お、できるできるって言って、うん、あ、できるんだと思うじゃん、うん、じゃあ知ってる単語を教えてもらうと、大体ね、メシメシとかね、バカ野郎とかね、このね、この2つ知ってるだけで日本語わかるって言うんだよ。でもそれもそうじゃない。そうなの、ね、もう結構その人によって違う、素質低いよ、そう言えるよ。でとにかくね、うん、そのメシメシとか言う、よく言われる。いやそれね、うん、そういう人いますよ、あのテレビ見てて、うん、なんかバカ野郎とか、うん、なんかメシメシとか、うん、あのある人ミシミシというね、へい、ミシミシ、あ、聞き取れ、ミシミシ、でもテレビの人の発音も悪いんじゃない、そうそうそう、だからあ、もう私も日本語を話せるとか言ってる人いますけど、うん、でもそういう全部そうじゃないよ、ちゃんとそういう勉強した人も、うん、あの、いや私少しできますよとか、うん、ね、あまりできませんとちゃんと言うよ、まあ、その人によるってことですね、うんうん、今も違うと思うよ、まあ、うん、だいぶね、違います、違います。そして中国あるある8番目、こういう窓拭きを命がけで窓の外側を拭く、うん、中国あるある。いや、それ日本違うの。いや、ここは使わない。まずね、日本は必ずベランダっていうのがあって、うん、自分の家の窓、うん、出て、うん、そこにベランダっていうのがあるから外側は拭けるんですよ、ガラスの外側。作りがいいよね、うん、で中国の場合はベランダがないじゃん、ない、だから窓の外を拭くのはもう大変です。外に出て命がけで、しかもそれがさ、1階とか2階ならいいけど、3階、4階、5階の人もやるじゃん。そう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 、いや、それが事故まで死んだ人もいる。絶対いるって。あれだけ事故あって死んだって言ってても、ベランダないよね、作らないよね。いや、ある、あっても、そこのベランダの今度先のところにガラス作って、自分作るんで、部屋にしちゃう、部屋にしちゃって物置にしちゃう。そう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 、いやーすごいよあれは。中国あるある9番目なんですけども、ゴミのね、うん、リサイクル分別は、うん、まああるんだけど意味はない。そうそう、まあ、一応ゴミ箱はこれ可燃物ですよ、不燃物ですよって分けてはあるんだけど、うんうん、実質ゴミを取りに来る人も別に分けて取ってるわけじゃないし、当然捨てる人も分けてるわけじゃないし、そうそうそう、あれはもう完全に形だけのものだよね。そうそうそう、やっとね、うん、今ね、子供の頃から学校から、うん、何が可燃物、不可燃物、はい、リサイクルのはできるのは何が、はい、できないのは何かの分別勉強始まったんです、うんうん、やってましたね。やってます、うん、それも1回2回だけの話だったよ、うん、子供はね、いやでもないよりはいいよ、うん、で、やっとうちの子供、あ、電池はこれは捨てちゃいけないよとか、うん、これはこっちだよと、はい、いつもゴミ捨てるときそう言うんだけど、うん、逆にね、大人たち誰も気づかない、まあまあ、もう家庭にボンボンボンしてるから、まあ、ね、うんうん、まあ便利っちゃ便利なんだけど、うん、あの地球のね、環境問題としては、そうそう、やっぱりこの辺もこれからね、そうだよね、まあ、変わってこないといけないし、変わってくるとは思うんですけどね。まああなたなんかね、逆に今度日本行くと逆に もっと厳しすぎちゃってさ、そうよ、ゴミ捨てるプレッシャーというのも、まあ、俺自身もそうだけど、あなたの家いてて、うん、お母さんの分別見たら、すごいもん、ね、プレゼント作ってるんですかって思ってて見たら、うん、もう倒れるようだし恥ずかしくて、ゴミあって手で握って、どうしようどうしよう
うん、どうしようわからなくなっちゃって捨てられなくなっちゃった、うん、そして中国あるある10番目なんですけども、これは前もちょっと話したことあるんですけども、車のフロントのところ、フロントガラスのところに携帯番号を表示させる、うん、これはもう中国独特のあるあるだと思うんですけど、うん、駐車して邪魔になっている時とか、あのちょっとどいてほしい時にすぐその携帯番号をのぞき込んで連絡が取れる、うん、ということなんですけど、うん、なかなかやっぱりプライバシーの問題を最近敏感な日本からしたらもうありえないこと、うんうん、まあ、それを今普通にやってますけどね。そうだよね、うん、いや逆にそれないと怒られるんですね。そうだね。いやだからたまに変な電話いっぱい来るんですね。あ、そういうのってあれ見てるのかな。見てるよ、うん、子供を勉強しませんですかって、こっちは何ないんだ。そうだね。だってその人がどういう動きをしている人かって分かるもんね。そうそうそう。例えば子供を塾に送りに来た。そうそうそう。あ、じゃあこの人はそれ関係のあれが話すればあるかなって、より具体的にできるもんね、うん、まとめ。中国あるある10連発。1. 一年中クリスマスの飾りがしてある。 2. ズボンの腰に鍵がジャラジャラついている。 3. 何でもシャンフォーラーで片付けられる。 4. 何でもお湯を飲めと言われる。 5. 冷たいものに対する拒絶感がすごい。 6. タクシーは夏でも冷房せず窓全開。 7. 中国の方はあまり謙遜しない。 8. 家の窓拭きを命がけでやる。 9. ゴミのリサイクル分別は形だけ。 10. 車のフロントガラスに携帯番号を。まあそんな感じで、まあとりあえず中国あるある10個挙げてみましたけども、これもまたね、日本人から見る中国人あるあるっていうのはまだまだあるんで、うん、まあ、これもまた思いついたものがあれば動画にしていきたいなと思ってます。では今日はこの辺で、はい、再び見るで、再見。